じゃん。いいよ。ミラーないのあった。ウエストミラー。あ、写真撮ってんのか。銀心推しキャラ誰ですか。あ、ちょっとハッサン。推しキャラ、推し。ハッサンちょっと、はい。カメラつけてね。ちょっと、いいですか。あの、あ、もうちょっと左やっていいですか、ハッサン。あ、そう、こっち来て、こっち。あ、違う、こっち、こっち。違う、フータオとカズハです。フータオ好きなんですか。フータオ好き。一緒推しキャラクター一緒。一緒ですか。一緒ですね。カズハだったらスタレやってないんですか。スタレはリリース序盤の時ちょっとやって、最近はあんまやってないんですね。あ、なんかスタレに花火ってキャラがいるんですよ。はい。で、フータを好きな人は絶対花火好きだなっていう謎の偏見があるんですけど。あ、これか。あ、じゃあちょっとスタレで花火って。あれ、俺ゼロになってる。絶対好きだと思います。いや、100% 好きです。あれ。これはお前100% 好きです。これは。あ。ここの上のやつは全部ゼロ。え、それで言うとさ、めぐみん好きじゃない？この2つはゼロにする。いや、めぐみんはあんま違う。うん、ちょ違うな。ああ、それは違うんだ。結構似てるかと思ったんだけど。で、あの前のモニターの。いや、マジカズハな、引きたかったんだけど。カズハマジで強いですよ。デデンデデン。あんで、移民時間削って原石集めたんですけど。ああ、7か。振り抜けて、無事。奈良が強いよね。別に。あ、嬉しいけどね。まあ物理なのはね、強いからね。超伝導物理なの。あ、死んだことないし。してみたいけど出てこないっていう。ああ、それ結構危ない発言かもしれませんよ、それ。あれ？あれ？あ、物理なのしたいんだけど、今まですり抜けて奈良が出なくて。7欲しいですとか言ってたら結構だいぶやばい。だいぶやばいですね。だいぶお前ちょっと言ったら、お前殺すよって言われました。いや、それ全然言わ、まあ言われても、ね、全然なんか文句も言えない。じゃあ、フータをは引いてるんですか。あ、引いてますね。で、次来たら、まあ、5枚引きたいなって感じで。ああ。5枚ゴマ、あ、ゴマって言った。持ち武器が。ああ、そういうことか。なんか自分のフータを推しキャラなんですけど、なんとイエランとゴマも一つもしてない、最弱のフータですね。私もまじ、突もしないし、持ち武器を持ってないし。いや、でもイエランはいるんですか、じゃあ。いや、いないんすよ、それが。ああ。ゆくあきとフリーナで代用してる。一緒だ、一緒。そこに勝利先生ですね。あ、そうそう、勝利先生は持ってます。ああ、そこは合うんだ。うん。いや、フータオって、常に体力の半分以下にしてるから、勝利先生のシールドがないと、危ない。めっちゃ弱い。うん、てか、すぐ死んじゃう。うん。なんかダメージとかそういうのが下手であれば。あ、そうです。あ、そうです。原神やってます？やってますよ、もう。ヘビーっすね、だいぶ原神。もうなんか分かったもん。なんかやってそうな雰囲気感じたもん。そう、雰囲気。原神全ゼロ崩壊サードからの伝えれる。全部やってる。全部やってる。順番ごっちゃごちゃなんすね、でも。強そうね。シアターって、初めて2週間の人でも行けますか？いやー、絶対、多分無理だと思う。基本的にキャラクターを育成が必要だからね。そうっすね。自分も、なんか、どれぐらい1週間で進むのかなと思って、大体みんなが使える、例えばなんか3時間から6時間ぐらいじゃないですか。まあ、多く使えてもみたいな仕事してる人が。それぐらいで試してみたら、1週間で45まで来たんですけど、多分シアターちょっときついかなぐらいですかね。なんか螺旋だったら、樹脂の物理的に生きる無理があるんですよ。なんか時間の。そうっすね。ああ。あと、キャラクターを育てる量が尋常じゃないですよ。なんか15体でしたっけ？なんか。そうですね。そんないるんだ。
超運ってなんか探索便利キャラだっけ？超運は違うかな。ですね。探索便利キャラ。女の子キャラじゃない。サイですね。多分探索便利キャラのポジションは。なんかメガネかけて緑色の。メガネかけてグリーン色。緑。黒っすか。ああ。いや、違うっすね。星5。違うっすか。星5。メガネ。メガネかけて。メガネかけて。グリーン色。緑色の。カンウンっすかね。ああ。カンウン？かな？多分。エミリエか。そう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 、この人、この人。あとはなんかもう一つのパーティー今の持ってるキャラがあってなんか育ってるキャラとかってあります？なんか一応育ててるのがはいベネット・シャンリンこの紫の海賊北斗北斗北斗ナナスロースぐらいかな。ああ、5体。だったらなんか、片方、ライデン引いて、行くわけ引けたら、ライデンナショナルっていう。そうなんですよね。マジでそれ。マジで作れるんだ。ライデンパーティーコスパ良すぎる、マジで。そう、コスパ良すぎるっすよ。もうマジでどうしよう。あれっすよ、全員星4武器で、ライデンのその、パーティー使って、あの、螺旋12層片方クリアできるんで、それで。それだけで。なんならもう、行く明けは再霊の剣が、もう、持ち武器だから、星5だからもう。そうっすね、確かに。単造あれは、単造ではないけど。単造じゃないです。なんか、多分、持ってるんじゃないですかね。確か、なんかの報酬で受け取れたはずなんで。うん。もう一回、何の武器だっけ？再霊の剣。再霊の剣って。再霊の剣、ちょっと見てみよう。なんか行く明けのスキルの来るタイムが長すぎて、祭礼の剣の効果に、こう、もう一回使うっていう効果があって。確率で、なんか回復できるみたいなのがあるんですよね、あれっすね。あの、生物も、いいですね。絶縁だけ回したらなんとなく3人くらいやば揃えるから。ですね。絶縁さんの一つ、吸気族っていうやつがあるんですけど。いやもうコスパが良すぎる。元素爆発威力を上げるみたいなのがあるんで。逆の方がいいかもしれない。なんか。あ、漁獲を雷電に持たせて、天空の槍をシャンリンにあげる。ですね。多分逆の方が合ってると思うんですけど、なんか。天空も、あ、でもどうなの？星5だよね。うん。すね。ああ、持ってませんね。何だろう。あ、でもセーフでいい気しますよ、普通に正直。ゲンチャ漏れれば。一番無難なのはセーフの槍。うん、まあ、両方持たせても、まあ、正直。回せるっちゃ回せるから。終わってるやろ、どないか。今なんかそういう妥協をしつつ、そのパーティーの強さがなくなるんですよね。確かになんか妥協を重ねていくとなんか、むずいとこなんですね、なんか。まあ、思ってないからな。だからみんなそういう妥協を自分の財布と妥協して、今日はもやし、今月もやしだけ食べて、一旦、内武器持たせるかっていう、そっちに行くんですね、妥協が。そう。原神がどん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 生活の中心になっていくとそうなんですよね。そうそう原神なんだと思う。なんか質問なんて言った？ちょっとやるわ。なんか交換キャラが回答祭で、うん、交換キャラで一番人気のないキャラクターは何でしょうっていう。まあ深淵いるんだったら深淵じゃない。グミは？まあ割と延期とか最初に感動したけどこいつ使え。延期ってリエの回答祭でもらえるんだっけ？いや
もらえるっすけど、円比って一部か。あれもらえないの？もらえるわ。もらえないの？もらえるわ。もらえるわ。まあでも、円比もらえる。もらえる。メインアタッカーとして、まあ、使えるしな。円比バケモンっすよ、ちゃんと。銃撃結構強いっすね。もう、あの、一部界隈ですごく人気なんで、多分円比はないと思うんですよ、自分。確かに。いやじゃあもう、深淵しかないな、もう。深淵か、多分、ヨーヨーだと思うんですよ。いや、ああ、まあ確かに、ヨーヨーも、なぁ。でも、ヨーヨーは可愛いからなぁ。使えないことは、そう、使えないことはないと思うんですけど、でも、深淵だと思うんですよ、なんか。俺も深淵にするわ。だよね、多分。グミなんだと思う。なんだろう。みんな意外と引いてるから、人気ないキャラ。一番人気のキャラ。じゃあ正解いっちゃうよ。あれですか。はいはいはい。正解は、深淵でした。あ、やっぱ深淵だね。やっぱりね。やっぱりか。なんでだよ。あの、最初に監督したんですけど、マジで使えないんで。あいつマジですか。まあ、だって、ねえ、行くわけいるし。まあ、チナ1位は何だと思う、ね、シャンリーいるし。行くわけじゃない。行くわけじゃない。さすがに、多分。あ、まあ、さすがにね。あ、でもシャンリーもあるかな。行くわけかシャンリーのどっちかだけど、多分行くわけだと思うな。なんか、初心者が上級者に変えって言われるから。総的行くわけ。行くわけってあれだ。行くわけ。行くわけじゃない多分、さすがに。行くわけはなんか、水元素の、なんか、うん、男の子。ちょった。うん、そう。上さんも俺、行くわけ、シャンリン、あいつだと思う、ウンキンだと思う。あー、ウンキン割と上が。ウンキンはね、あの、攻撃速度とバフがあるから、攻撃バフが。確かに、このメンツを見たら、バカ強い、普通に。まあ、順番的に、行くわけ、シャンリン、ウンキン、で、次、円比うん、でも月あたり延期だと思うけどな。多分違うね。え、違う ?2 位が、なんか、多分これ炎のアタッカーの人だと思う。炎のアタッカー？ああ、これ。延期か、じゃあ。延期か。延期じゃない方。なんか、かぶとかぶってる。延期じゃない方。かぶと、あ、神が出たからか。ああ、なるほど。あ、神、あ、だったらまあ納得。そりゃそうだ。それは納得。それは納得。それはそうだ。それはそうだ。確かにそれはそうだ。これっか。うん。3位が、3位演技じゃね。あ、シャンリンじゃないんだ。あ、じゃあ割とシャンリンって、みんな貫通知ってるから、いらないんじゃないかな。じゃあ、みんな持ってるからいらないか、多分。多分ではそうかも。多分ね、ナセンスの方で、引き上げるから。うん、ああ、確かに。それか、一体持ってるからいらないとか、そういう感じなのかもね。そうだね。なんか、突優先度としては、あんまシャンリン、まあ、あの、なんだっけ、うん、4突だけあったらいいんじゃないかな。そう。ウルトの時間。だけだし。うん。うん。